じゃあ、その放射線に効く薬を今日は見つけるっていうパートだね。いや、薬を見つける。とりあえず、ドリルかなんかの設計図をゲットするだろう。いやー、なんか毎日いろいろと部品をね、作る必要があるから、大変だね。まあ大変ではないのか。よし、じゃあ設計図があるんでしょ。アインスール・カトリさんがデートにお呼ばれか。とりあえず、お、なんだ、変身グレースからか。とりあえずチーホンからは、図面をなくしたかと思ってたよ。図面コレクションの中にあると思ったらなくて、メモ帳に挟まってると思ったらなくて、ノートにも挟まってなかった。しまった場所の記憶が曖昧になっちゃってパニックったよ。最終段階で部屋の中すべての場所を探したら、早朝になってようやく見つけた。はあ、一日探したな。これがミニドリルの爪。ある本の62ページと63ページの半間に挟まってたんだ。本の名前は10。いや、君は知る必要ないね。爪が役に立つといいねって。パワードリルね。で、グレースに、こんにちは、しばらく連絡できてごめんなさい。最近とても忙しくて、具体的なことは書けないんだけど、毎日家に帰るとそのままベッドに倒れ込んで気絶してしまうの。休みが取れるといいんだけどね。私の話はもう十分。サンドロックの居心地はどう？追伸、サンドロックに戻る件について新しい情報はなしか。帰りたいけどってかね。またあなたの、ああ、やっぱハートのことは、なんだろう、恋人とか帰ってきた時の反応だね。またあなたの夢を見た。あなたがブルームーンに戻って砂っぽいオムレツを作ってる夢を見たんだ。もちろんサンドオムレツのことだけど、これはあなたがもうすぐ戻ってくる予兆かも。元気かな？体調に気をつけて、あまり自分を追い込みすぎないようにと。確かにこれは正解だ、正解だな。で、あとは母親からね。よかったわ、いい先生がいることは大事よ。子供の将来に影響するからね。あなたが学生の頃あまり好きじゃなかった先生がいたわ。あなたのクラスに全然勉強しない子が何人かいたの。運よくあなたは勉強熱心だったから心配はいらないわ。学生時代はそんな感じだったのか。じゃあ、クロムのベアリングだけがないのか。これ、5個ぐらい作っておくか。必要ないものをどんどん作っていくな。まあ、後々、なんか作られるといいんだけどね。お茶の葉のヒント。乾燥したやつはちょうど作ってたからね。ベイさんのこれやってもいいな。上級料理ステーション、何が必要だっけ。特に書いてないな。ちょっと後で考えよう。上級料理ステーションには何が必要か。上級料理ステーション3かな？これだね。そんなに大変じゃないね。じゃあ作っておくか。1つか。問題は。2じゃないよね。あ、1だ。よし。じゃあ上昇して作っていきましょうか。マグネシウムの炉心は最後作ってるし、鍋も作れる。あと、銅が足りなくなってきてる。いろいろと最近いるようだね。で、サクッと鍋を作って。えい。じゃあ、依頼もこなす。入れに。そうだそうだ。魔法の鏡に話しかけて。で、明日の天気は？もうそろそろ、あ、嵐か。雨が降る機会ってそんなにないか。とりあえず歩いてる誰だいこれ。
オバージェスに魚だね。Wow. Thank you so... 筋肉ムキムキになる。Catch you later. で、ブルーブン酒場のイベント違うか。Sorry. Sorry. 何物語あっまあ、well, サルンナイトのNightlife, but... ナイトクラブじゃないけど、この宿だよ。僕の大事なリスナーいつでも感じる。今からストーリーを話そう。へえ、何の話？Once upon a time, 昔々、勇敢なワンパッチ、バンブルアントがいました。へえ、アリ？アリが主人公。あ、なんか、話を始めそうだったけど、やめ、あ、話すんだ。鳥のストーリー。お、鳥のストーリー。鳥についての話か。やっぱり、みんな自分に関する話が好きだ。ちょっと待って。終わるのか。よし、ちょっと長いストーリーだけど、モンバードという鳥がいるね。その独特な誰かがうんというのに似ている鳴き声から関連するけど、ああ、まあその話は後で戻ってこよう。追われる身のある若い泥棒がいた。先の混沌に紛れて、彼女の女性部屋にある窓の下に隠れた。おう、その男は女性部屋の窓の横に立って女性に叫んだり周りの注意を引いたりしないように叫び頼んだ。女性は了解した。泥棒は強力に感謝する。闇に紛れて毎晩そこに帰った。お、確かに鳥のストーリーじゃないね。頼むよ、邪魔しないで。もうすぐでその話になるから。とにかくこの男はその女性の心の内を聞いた。冷徹な心も溶かす感動的な言葉。彼女は何も言わず彼の言うことを慎重に聞いた。男には彼女の心を掴んだ手応えがあった。真実の愛の土台を築いたと感じていた。最終段階に入り男は彼女に告白した。女はためらうなくためらうことなくと告白に答えた。お、愛に後押され男はプロポーズすることを決めた。男が家に行くとそこに住む家族は驚いた。なぜなら一晩中窓越しで話している女性などいなかったから。言う必要もないかもしれない。きっと君はもう予測しているだろう。女性部屋の窓際にいたのは鳥かごの中のモンバードだった。終始承諾しているように聞こえた声はとてもユニークな鳥の鳴き声だった。ああ、バート、すごいどんでん返し。ああ、まあその結末はとっくに分かってたが、まあ全員を楽しませるのは不可能だ。え、X だけか。今の評判が良くなった。評判というかね。さあ、じゃあ、いつも通り寄付して、もうバージェスしか仲良くならないんでね。残念。ちょっとお隣の納品を済ませる前に、商業ギルドで買えるものといったら、これガンって、買えるんだけどな。買う必要あるかな。一回ちょっと買ってみて。ここはガン、ライトハンマーだからな。ここら辺、うん。もうそろそろお金貯まりそうだ。まあ、いいか。お金貯まったら、また一段階、家をでっかくしようかな。できたらないけど。いや。乗る必要もなかったか。ジャスミンが出てきた。まあ、ジャスミンから依頼が来るってことないかな。いや、どうだろう。もうそろそろお茶の方がいっぱいになるな。売ってもいいんだけど。まあ、まあ、いろいろな。さあ、じゃあ。どうしよう、もうそろそろクロムのペアリングも完成しそうだ。あ、でも会話聞いてからでも遅くないな。どこだい？マキアートか？イベントは。え？ん？クーパー、デューバスだと。またか、
やつらは世界大戦を煽らないではいられんのか。10分ほども我慢できんとは。もしやつらが国境を越えるたびにゴルが手に入る仕組みだったなら、もうニゴルにはなるはずだ。だがこんなことが2回も起こるとはすごく変だな。何？この先を読むとわかるんだが、こいつははぐれ者の工作員だ。ローグナイトと呼ばれている。ローグ？はぐれ者だと？じゃあ一人だけで行動してやがるな。お前も騙されやすいやつだな。じゃあわしが橋を売ってやるって言ったら信じるか。失礼、口は挟んで悪いけど、クーパー、はっきり言っておくわ。ナショナルブリッジはあなたの所有物ではないのよ。カウディ、何があるんだ。ああ、運善、リボスがまた悪さをしているようです。ところが、もうけ、え、本当？ボルティアの人たちがリボスの工作員と空賊をやっつけてあって、最近発見されたオールソースのと守り通したね。へえ、本物のオールソース。オールソースって何？まなかかり。おっと、まだこの話はしてなかった。してないか。オールソースは旧世界の管理コンピューターだよ。基本機能は他の AI を命令して作業をさせたり、情報を集めたりすること。へえ。さらに、ロボットの確認もする。ファイルを修正したり、調子を伺ったり、食らわないようにしたり。奴らはここには全豪をよこしてきたが、ボルティアには一人と空賊しかいてない。どちらが大事かよくわかるな。その話はもう合ってるだろう。悪党が何人いたかと、そいつらやっつけられた、と、だろ？違うわ。ローグナイトは、オールソースを盗み出すのに失敗した。でもあいつは混乱に乗じて逃げ出してたのだよ。ローグナイトっていう人が出るのか。まさか。そりゃすごいな。イカレ野郎がこちらをうろついてるってわけだ。毎晩寝る前にベッドの下を確認せんだな。わしは足元にワイヤーを仕掛けとか、それと対人用武装、地下シェルター、缶詰なんかも必要な。なんだろう、爆弾に備えるのか。ちょっと待て。なんだこれは、ポルティアの校舎を武器としてぶつけたって書いてあるぞ。これは一体どういうことなの？ん？そんな、頭にて学校を名付けつけてしまう人なんているんですか？なんかごっちゃになってる。なんだろう、よくわかんないね。カニアニアも必要だ。敵は一三か。まあ、学校を投げつけてなどいないわ。あの人はオールソースを操作して何らかの形で攻撃する武器に変えたということよ。恐ろしい旧世界のテクノロジーだけど、私たちは対処した経験があるわ。その程度ですか。でもよかったですね。私の聞いた話では、ポリティアの民兵団と勇敢なビルダーが活躍して暴走したオールソースを止めたそうよ。だから現時点では特に心配することはないわ。ローグ難易度がサンドロックに来る可能性は？ついにこのニュースもまともなことを言うようになったか。町長、今は違法だが、遺跡の武器を使用する権利を拡大すべきだな。対空ミサイルが必要だ。サンドロックに来ているアヒルども、あいつらまでも味方、いつまで味方でいるかわからん。それはあなたが心配しているのはよくわかるわ。でも確実なのは、このところ同盟はしっかりと守りを固めていることよ。単独で行動するような相手が危険になることはないわ。じゃあポルティアはあちらは大丈夫なのかな。ええ、幸運なことに重傷者はいないそうよ。ただ町が破壊されてしまったので再建が大変だと言ってるわ。おお、今頃ポルティアのビルダーたちは依頼を受けるの大変大忙しだろうね。それは手伝おうという。まあ助けになるようなものを送ってあげましょう。あら、本当に？運善、それは嬉しいわ。あちらにもきっと喜ぶと思う。今日電報打っておくわ。動きがあったら郵便受けに転送します。それでこそ運善だね。ただね、引き受けるんじゃないぞ。ポリティアの連中は抜け目がないからな。ボランティアで動かす。レチャーはかなわん。それは正しい行動じゃないわ。
当然わしらは正しいものだな、うん。そうだな、あんたが好きなようにするといい。だが今のうちに言っとくと、わしの地下シェルターは余裕があるというわけではないからな。使う時が来るまでわしの味方をしておいた方がいいと思う。あ、それは区分の規定にいろいろ違反するんじゃないかな。わかったぞ。町役場はわしの土地で何をしているのかきちんと教えようとしてる。待って、クーパー。この件はお互い納得できるよう話し合いができるはずよ。そこに手がかりに、そこが手がかりになるな。頑張るんだぞ、娘よ。Thank you. ありがとう、父さん。なんだ。面白いな。とりあえず、手紙が次の日来るらしいので待ちましょうっていう感じか。やにやや。I'm really looking forward. あれ？ニアって、反応そんな感じだったっけ？ほら。多分、ジャスティスが。ジャスティスが、あ、ジャスティスじゃないのかな？アルビオか？アルビオか。アルビオ何を欲しいの？レトラな扇風機。はぁ、レトラな扇風機。もしかして、景品でもらうやつ？最近、やってないからな。悪いけど、難しいかな。レトラな扇風機は。とりあえず、あ、ベアリングちょうど1個完成してるね。じゃあ、作っちゃうか。OK。で、パワードリルは。パワードリル。まあ、後で、なんだろう、効果をつけるとして、なんだっけ。何をしようと思ったんだっけな。あ、そう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 。フライパン完成してるから、お。なんか手紙にも来てるね。ああ、そのやつか。と、大丈夫かな？マグネシウムの、ああ、これは、ん？何が？あ、花崗岩のスクラブがない。まずこっちを先にしないといけないか、じゃあ。そこに行けばいいね。と、B で。そう、落として、パワードリル。強度30。ちょっと弱い感じか。どんな感じだろう。ここ落ちちゃったら、もう、リセットされるから、ここから降りて、どっからだっけ。地図見た方がいいな。ここまで来て、あ、やってる、やってる。結局違うところだったっていうと悲しいからね。しかし、この橋も随分と大きいな。自分で作ったのを忘れてしまいそうになるくらい。最近そこまで、あ、でも、パイプは大きいイベントだったな、それ。ここの？あ、ここか。イベントが発生するわけね。ついた。やあね、ドリルは完成したか。よし。ラリーはすでにマシンを止めに行った。ドリルで道を開けてくれるか。俺はアシスタントで連れてくるよ。ほう。アシスタント？ドリルでこれ壊すの。厄介だな、これ。まずはこれを倒しておこう。お、いろいろ出てくるな。3分の1。あ、もうそろそろ半分だから新しいもの出るか。いや、3分の1。ずーっと動かしてるけど、ローガン随分遠くに行った。崩落はないのか。Wow.
Did you break all the boulders? わあ、この岩を。I'm way impressed. 巨岩を全部壊したのか。とても感動したよ。あんたってすごいんだね。ちょっとやめてよ。Nice. いいぞ、遺跡はもうすぐだ。準備はいいか。準備はできてる。まあ、ニア怖くない？ Hey, I'm not some weak, ちょっと、私はそこら辺の弱虫じゃないよ。自分のことは自分で守るもん。ははそうだな。でしょ？いいぞ、一席を。まあ、行きましょう。頭痛はこの少し先から始まった。でも、ラリーが仕事をしてくれれば順調に進む。ダメ元で行くぞ。ダメ元でね。とりあえず。ラリーがうまくやってくれたみたいだな。行くぞ。ああ。結構広いとこだね、うん、ここでラリーと落ち合うはずだったんだ。何が変わったのかな。悪い予感がする。入れる場所がないか探すわ。見る、ここのパイプがいっぱいある。この中に入るための切符だ。ああ、オートで動いてる。アンダーラボ7、これが最後の遺跡になるか。みんな気をつけろ、ゆっくりだ。ラリー、ちょっとね、何かしなきゃ。家のお掃除してくれてるね。お、え、亜鉛チタンが置いてる。かわった、あ、ここに飛び出す。まあ、下の地図をちゃんと見ておけばわかる。シャーシャン、あ、離れてる。おー、懐かしい。ラリー、助けて。ん？ゼナ、ん？ゼナ？あ、倒した。最後の声はラリー。あ、ゼナって言った。彼の妻だよ。ゼナって言う。おい、俺らがいるって知らせる必要ないんだぞ。とにかく、ラリーを助けなきゃ。この先は、どこに続くか確かめよう。まあとりあえずジーグルは広告とニア戦ってんのか。一応図鑑には載ってるんだな。ちょっとこっちが正解か。なんだここ。え、ん、ドーム。よく考えてみれば変な天気だ。ああ、ドームの映像か。これは偽物だよ。サンドロックではどこともなくああいう雲は現れたりしない。地上シミュレーションさ、実験でも使ってたのかな。それあるな、ここは深い海の底だったんだよ。きっとここに住んでいた人たちが使ってた。地上が恋しくなった時のために。そういうのも大体謎のままなんだよね。進もう。偽物の空、暗黒の部屋って気味が悪い。あそこだ、あそこの上だ。おう、ドアがそれっぽい、確認しよう。おう、こっちが正解だったのか。お、人が乗ってるタイプか。モンスターが乗ってる。スタービー。あのゲームがあるな。竹ぼうき。あとあと使う必要あるのか、竹ぼうき。で、こっちには手紙。すごいな。何の粒子だ。じゃあ、こっちが正規ルートか。これ、シンプルなワイヤー？ワイヤーゲットしたか。ちょっと戻るか。戻って、こっちのルートには何があるかを探検しようか。まあ、行き止まりかもしれんけど。お、ナノ粒子がそこにもあるぞ。パワーストーンで水もゲット。まずは外れの場所から普通は先に行くもんだからな。あ、でもこんなもんか。地図見れば一発なんだろうけどね。意外と小さいとこだね。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは DM 実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。